日本軍のコードーズビスマルク海海戦は、第二次世界大戦中の1943年3月2日から3月3日に、ビスマルク海からダンピール海峡にかけての海域で、ダグラス・マッカーサー陸軍対象指揮下の連合国軍、ニューギニア・オーストラリア方面部隊が、日本軍の輸送船団に対し航空攻撃を行ったことで発生した戦闘のこと。 1943年2月初頭、日本軍はガダルカナル島から撤退し、大本営はパプアニューギニア方面に作戦の重点を移した。同時期、連合軍も東部ニューギニアで攻勢に出ており、日本軍はニューギニア方面の戦力増強を機として、陸軍、海軍共同の輸送作戦を立案する。日本側の輸送作戦の名称は、81号作戦。 である。2月中旬、南東方面艦隊司令長官、草勝富一中将は、ラバウルの第8方面軍と協定を結ぶ。日本陸海軍は、南東方面の航空兵力をかき集め、輸送船団の上空援護を実施した。2月28日、第3水雷戦隊司令官、木村正富少将が指揮する駆逐艦発隻に護衛された日本軍輸送船団は、 ニューブリテントーラバウルを出撃したが、ライサラマウアへ航行中の3月2日から3月3日にかけて、ビスマルク海からダンピール海峡において、連合軍航空部隊の大規模攻撃を受け、特に3月3日の反調爆撃により、大損害を受ける。さらに3月4日にかけて連合国軍、魚雷艇部隊が実施した追撃と相統作戦により、被害が拡大した。 一連の戦闘により、日本軍の輸送船団は壊滅、乗船将兵約3000名が戦死、搭載していた銃器材すべてを喪失。ダンピール海峡の悲劇と呼称された。本作戦を立案した第8方面軍は、後日開かれた研究会において、現況において、いかなる方策を講ずるもあのような結果を得るの外、なかったと総括している。 1942年12月31日の大本営午前会議において日本軍はガダルカナル島からの撤退を正式に決定する。ガトウ撤収後は北部中部ソロモン群島の防備を固めるとともに東部ニューギニアでの作戦も重視することになった。昭和天皇はただガトーを止めただけではいかぬ。どこかで攻勢に出なければならない。と指導したので大本営は ニューギニア作戦に重点を置くことになった。大本英陸軍部は、陸地続きのニューギニア戦線ならば負けるはずがなく、ポートモレスビー包囲も努力次第では、可能と見ていた。またラバウルに、根拠地を置く第8方面軍の任務は、第8方面軍司令官破大陸命第715号ニコーラス海軍と、共同しソロモン軍島及びビスマルク軍島の、 各領域を確保するとともに、ニューギニアの領域を攻略確保して同方面に置ける事後の作戦を準備、すへしと定められた。大本営の強気とは裏腹に、第8方面軍は、ニューギニア戦線についても、悲観的な見方をしていた。実際問題として、ニューギニア方面の制空権は、連合軍が掌握しており、日本軍の駆逐艦輸送ですら空襲を受けて、 損害を受ける事例が増えていた。1943年2月1日から2月7日にかけて日本軍はガダルカナル島から撤退した。同時期連合軍はニューギニア島方面でも攻勢に出ており日本軍はパプアニューギニア方面の戦いでも窮地に追い込まれる。1月2日には東部のブナシュビが玉砕していた。1月13日には第18軍が ブナシ隊長に、ライサラモアへの交代命令を発令。1月下旬により、撤収作戦が始まった。ブナシ隊は2月上旬までに撤退した。そこで、日本軍は大本営指導のもと、連合軍の次の攻撃目標と予測される、パプアニューギニアの各拠点に、陸軍部隊を送り、進行に備えることにした。この作戦に投入された日本陸軍第51、師団は、 ガダルカナル島工房船投入を予定して、12月中旬に中国大陸からラバウルに到着。ガトー工房船の選挙区変化及び終結に伴い、ラバウルで足止めされていた部隊であった。1943年1月初頭に実施された、イへの第51師団輸送作戦、18号作戦は、駆逐艦5隻と輸送船5隻の船団が1月5日に、ラバウルを出発。 7日から8日に、不評第100連隊からなる、岡部死体が、現地に到着した。輸送船2隻を失ったが、作戦は概ね成功した。1月中旬から下旬にかけて、上枠方面に対し、兵1号輸送が実施され、成功した。18号作戦の次に行われた、輸送作戦を81号作戦という。81号作戦は、 日本陸軍第18軍機下の第20師団、第41師団、第51師団をもって東部ニューギニア要所を増強する作戦である。作戦を立案した第8方面軍参謀、杉田和次陸,陸軍大佐によれば、8は縁起が良いというので、81号作戦と名付けたと改装している。第8方面軍参謀長、 吉原乗陸軍中将は、マダンに上陸するのでは、ダンピールを捨てることになるので、1か8か、内強行上陸に決定したと回想している。81号作戦は3段階の作戦で、構成されていた。陸軍第41師団を、ニューギニア中部北岸上枠へ輸送する、併を輸送。 陸軍第51師団を来に輸送船団をもって輸送する81号作戦大輸送。陸軍第20師団をニューギニアと北岸マダ団へ輸送する作戦である。化合作戦完了後の2月8日、連合艦隊は伝令作第477号により四南東方面部隊派化合作戦を続行するとともに陸軍に協力速下に東部。 ニューギニアの戦略体制を強化、べしと命じた。翌9日、第8方面軍と南東方面艦隊はニューギニア方面作戦について研究を開始した。2月13日、第8方面軍と南東方面部隊艦に81号作戦に関する現地協定が結ばれる。81号作戦の故障名はこの現地協定で決定したとされる。同時に、 航空作戦に関しても、現地協定が結ばれた。2月20日、第8方面軍司令官、今村人志陸軍中将は、トラック白地の戦艦山和に、連合艦隊司令長官山本56、海軍大将を訪ね、南東方面における陸海軍作戦計画について協議した。第八方面軍の報告を受けた、大本営陸軍部は、大本営海軍部に改めて、 ニューギニア方面への作戦協力を求めた。要求には、大、サラモア地区の特質派、ニューギニア作戦遂行の納費を左右すヘクリク海軍、有する手段を突きしてこれを確保す壁き状況判断に、立脚し、さあたり、リ3月3日、来上陸に先地一部兵力資材の駆逐艦輸送を観光する塾、両島水部派現地艦隊、軍を指導すという項目も含まれていた。 2月21日、第8艦隊司令部に、第8方面軍、第18軍、船舶部隊、第8艦隊、南東方面艦隊各指揮官や参謀が集まり、作戦会議が開かれた。現地上級部隊の協定に基づき、実施部隊間で、81号作戦来輸送について、現地協定が結ばれる。22日、方面軍命令により、 第18軍司令官は猛作命校第157号を発令し、来輸送を発令した。24日、第51師団長は51施作命校第59号を発令し、来上陸作戦について可達した。81号作戦の最大の課題は、戦団の航空護衛であった。当時の南東方面においては、ニューギニア方面の補給輸送の援護は、 日本陸軍が南東方面勢に行きでの洋上作戦とソロモン諸島方面航空作戦は日本海軍の分担であった。第8方面軍と協議した田辺森武参謀次長は2月上旬の報告の中で輸送援護のための航空兵力派を含めて貧弱にして、これの上とも兵員、戦団の存亡を小ならしむるため作戦の指導にぜき縮領。 セラレアリごとに51離主力の直接、大上陸派海軍の際も、強力なる支援を得さる源、離損害派傷区とも2分の1以上るものと、水産セラレアリと懸念している。日本陸軍の航空戦力では、輸送船団の安全な航海は、不可能であった。そこで、作戦協定により、日本陸軍と日本海軍という航空戦力を投入する。だが、 陸軍戦闘機60は希望的数字であった。99式総発系爆撃機を主力とする第6飛行士団は100式司令部偵察機による偵察を実施、続いてワウとウナ方面の攻撃を行う。2月中旬時点での実動戦力は99層、計16機であった。日本海軍側は1式陸上攻撃機が連合軍各飛行場に対して 航空撃滅戦を実施した。だが、日本海軍が同方面の航空兵力を半分集結させても、戦闘機約60、艦爆10、立二20、水蒸気10程度だったという。ブナ、ポートモレスビー、ラビに対し、それぞれ夜間爆撃を行う。また、輸送船団8隻を護衛するには、戦闘機約200が必要とされたが、 同方面の日本陸軍戦闘機は2月末時点で約50機しかなく陸軍側は連合艦隊に零式艦上戦闘機の発見を依頼するトラック在白の第一航空戦隊よりカビエンに進出していた随砲飛行機隊が今度は上枠に進出して作戦に協力することになった連合艦隊は第81号作戦に協力するのは 追放飛行機体だけで十分だと判断している。航空撃滅戦の効果は疑わしかったが、2月初旬のガダルカナル島撤退作戦から航空撃滅戦の成果が上がらない場合でも輸送援護に力を注げば輸送作戦成功の見込みは十分あるとの戦訓が得られており、第81号作戦来輸送は実施することになった。現地では1月27日に 岡部支隊がワウに侵攻していたが、連合軍の増援部隊に撃退され、2月中旬までに撤退していた。兵3号輸送部隊に関しては、2月20日から26日にかけて、第41師団約13,600名の陸兵と輸送物件の揚陸に成功した。兵3号輸送作戦は、第9戦隊司令官、岸福治少将が指揮する。 軽巡洋艦2隻、駆逐艦複数隻、輸送船11隻で行われ、第1航空戦隊飛行機隊が、上枠飛行場に進出して、上空援護を行った。上陸部隊は、先に、上枠に上陸していた第2師団や、第2特別根拠地帯とともに、飛行場の構築、拡張任務を開始した。また、潜水艦による、 来栄輸送も2月10日から23日にかけて複数回実施された。潜水艦に搭載できる物資や人員数は限られており最小限の輸送であった。本作戦当時、南東方面の日本海軍を指揮していたのは南東方面艦隊司令長官、草勝富一中将であった。南東方面艦隊司令長官、草勝富一中将は基地航空部隊と 外南洋部隊からなる南東方面部隊の指揮官であり、南東方面の日本海軍最高責任者であった。当時の南東方面には、外南洋部隊指揮官三河軍一中将の指揮のもと、木村正富第三水雷戦隊司令官の外南洋部隊増援部隊が展開していた。第三水雷戦隊司令官木村正富少将を護衛部隊指揮官とする駆逐艦発 輸送船8隻の船団が編成された。輸送人員は、猛作命港第157号、乗船区分表によれば5,916名、南東太平洋方面関係電報綴りによれば6,912名、本方面軍参謀業務日誌によれば、約7,500であった。軍需品は、約9,300リュウベイ、不珍ドラム艦1,500本、 大発動艇約40隻を搭載した。航空燃料はケンムマルに搭載し、他の輸送船の安全を確保した。同船団上空警戒は、海軍側は、第21航空戦隊が、戦闘機体全部を掌握して実施した。ニューブリテントラバウルとニューアイルランド島カビエンの第204、空や、第253空及び空母随砲航空隊の、冷戦、合計60機以上。 陸軍側は、第六飛行団長板花吉一陸軍、中上指揮下の陸軍戦闘機60機以上が担当する。戦団の直演の戦闘機体は、時間帯によって陸軍と海軍が交互に交代する予定であった。作戦実施にあたり、木村正富少将は、本来の第三水雷戦隊機関から、白雪が宅地区間白雪に座城した。各地区艦にも、 陸軍兵と補給物資搭載の指示がなされ、昇発動艇や折りたたみ式舟艇も積み込んだ。作戦に参加した駆逐艦の対空装備は全て基銃程度で、対空砲火の不備は、作戦失敗後の戦訓でも、失敗の一因と指摘されている。輸送船8隻の対空装備も駆逐艦と大同勝尉で、こちらも十分とは言えなかった。日本軍の作戦では、 2月28日にラバウルを出港し3月3日夕刻にライに到着、揚陸予定であった。日本陸軍船舶部隊がライに先行し、事前に揚陸準備を行う。同時に敵航空戦力を空爆により弱体化させる計画であり、夜間爆撃がラビおよびポートモレス B に対して行われたが、前述のように航空戦力の過小と 天候不良により不十分であった。またラバウルに本拠地を置く日本軍基地航空隊は3月3日当日に従順青葉と来撃訓練を行うような状態だった。大本英陸軍部はニューギニア方面作戦及びライサラモア地区の特質を非常に重要視しており陸海軍あらゆる手段を尽くしてこれを確保すべきと決意していた。護衛部隊の 第三水雷戦隊参謀であったハンダ人気地少佐は81号作戦計画担当であった第八、艦隊作戦参謀上神主徳大佐にこの作戦は敵航空戦力によって全滅されるであろうから中止してはどうかと申し入れたが神大佐から命令だから全滅覚悟でやってもらいたいと回答されたというその作戦を立案した第八方面軍や 南東方面艦隊の当事者は、成功率は4部6部、あるいは5部5部程度と見ていた。特に第8艦隊では、直駅を信頼して無理な輸送作戦を計画するのは、根本的に誤りであると判断していた。軍令部は、輸送船の半分に、損害はあるかもしれぬと判断している。81号作戦を立案した第8方面軍は、 雷輸送の成功率は40%から50%と見ていた。だが、マダン洋陸では雷までの移動に時間がかかり、また雷サラモア地区の陸軍を早急に支援しなくてはならないため、冒険的作戦ながら実施することになった。このように、本作戦は、雷輸送作戦を主張する日本陸軍と、マダンもしくはウェワク輸送を主張した日本海軍の妥協の産物であった。 出撃の前、陸海軍の指揮官や幕僚は、ラバウルで祝縁を開いて、相当祝した。野島艦長の松本亀太郎大佐は、第八区畜隊司令の佐藤康夫大佐に、生還は望めない、作戦なので骨だけは拾ってほしいと頼むと、佐藤大佐は、自分の座城をする、朝潮が護衛する限り大丈夫だ。野島の乗組員は必ず生きて連れて帰ると返した。一方、 連合軍も日本軍が、ラエ地区の防御を固めると考えていた。日本軍輸送船団がライトサラマワに、無事到着して、日本軍が増強されると、かろうじて戦線を維持している、ニューギニア方面の連合軍にとって、重大な脅威となる。ニューブリテントラバウルに、日本軍艦船が集結していること、輸送ルート上に飛行場建設が始まったことを、察知したダグラス・マッカーサー大将は、 帰化の第5空軍部隊に対応を命じる。日本軍輸送船団撃滅を目指す連合国軍航空部隊は反長爆撃により日本軍輸送作戦の阻止を試みた。これは低空、至近距離で海面に爆弾を投下し、海面でジャンプさせ、目標に命中させる戦法である。水平爆撃に比べ命中率が高い。反面、低空飛行により、 対空砲火を受ける確率も高くなるが、増設基準により敵艦の対空能力を弱めることで被害現象を図った。第3爆撃団の第90爆撃飛行隊には通常使用の B-25 爆撃機からビブジューザーとカブジュー島を除く代わりに前方基準8丁を備えた B-25C1 が配備された。また対空装備の乏しい駆逐艦を 日本軍が戦団護衛に使用するという情報も連合軍は入手していたとされる。連合軍は日本軍の戦団運行についても事前に把握していた。早くも2月19日に連合軍の情報機関は日本軍の雷地区への新たな増援について警告し、2月28日には連合軍の情報担当者が来への増援部隊、上陸日を3月5日。 まだにへの増援部隊上陸日を3月12日頃と予報していた。連合軍は2月29日に日本軍の雷輸送に対する警報を発した。続いて3月5日頃に日本軍が雷に上陸すると判断し、アメリカ陸軍航空隊とオーストラリア空軍はポートモレスビーやブナに航空機を集結して3月1日には攻撃準備を完了した。また、連合軍は パプアニューギニアのミルン湾に、モートンシーマンマ海軍中佐が率いる、魚雷艇部隊を配備し、第50任務部隊第一軍と呼称していた。この魚雷艇部隊も日本軍輸送船団撃鬼滅に、投入された。日本軍の輸送船8隻と護衛の駆逐艦8隻から、なる、輸送船団は、2月28日午後11時30分に、ニューブリテントラバウリを出港して郊外に集結した。 第18軍戦闘司令書は、駆逐艦時津風に乗艦した。第51師団長は、最初は駆逐艦嵐をに乗艦予定だったが、実際には駆逐艦摂風に乗艦している。出航時は悪天候で、船団の速力は9ノット程度だった。護衛艦では、輸送船団の速力に乗談が出るほどだった。出航後、各輸送船では、 食料庫の中のものをすべて厨房へ下ろしたため、乗船部隊には毎日のようにご馳走が振る舞われたという。一方で、連合軍が投下した宣伝ビラ等により、出撃前から不安が広がっており、発狂者が続出した。日本陸軍が防空を担当していた3月1日午後2時15分、連合軍の B-24 爆撃機がビスマルク海で船団を発見。 接触を続けた。陸軍戦闘機は、直接機を撃墜できなかった。ポートモレスビーには b 1 7へ爆撃機約55、B-24 中爆60、B-25 中爆約50、B-26 中爆約40、a 2 0軽爆約30、戦闘機計330機が配備されており、ここから戦闘機154機、 軽爆34機、中爆41機、重爆39機、軽268機が出撃準備を整えた。3月1日の段階では日本軍輸送船団の位置は攻撃圏外にあると判断された。作的攻撃に出発した B-17 重爆八機は天候不良のため接敵できなかった。午後7時から8時にかけて連合軍機が 釣り講談を投下したが、船団に対する夜間攻撃はなかった。3月2日の日本軍輸送船団上空警戒は、11時45分までは、海軍機、それ以降は、陸軍機を予定していた。同日朝、日本軍船団は、ニューブリテン島西タングロスター岬北東海面を航行していた。午前8時以降、B-17 爆撃機十数機と護衛戦闘機が、 襲来、B-17 隊は、高度2000メートルで水平爆撃を行った。輸送船一隻が午前8時16分時に、直撃弾2発を受け、大火災となって午前9時26分に沈没した。アイオーマ丸と、ケンムマ丸が試金弾で、若干の被害を受けた。駆逐艦朝雲と駆逐艦撤風が、朝日森丸兵員1500名中、約900名を救助する。 駆逐艦2隻は、第9駆逐隊司令、小西かなめたい指揮下で戦団から先行し、大へ向かった。B-17 は1機が撃墜され、14機が損傷した。0戦の損害は1機だった。この事態を受けて、第8艦隊司令長官三河軍一中将は、待機していた駆逐艦初雪に出撃と救援を命じた。第8艦隊司令部では、 作戦実施前の有料が現実となったことで、悲観的な空気が広がった。午後2時20分以降、B-17 爆撃機6機による攻撃があり、直江戦闘機が応戦した。爆撃や機銃装者により、各船で若干の死傷者が出た。午後4時25分以降、B-17 爆撃機8機による攻撃があった。 運送艦一隻が資金弾で損傷して死傷者が出たが、戦闘航海に死傷はなかった。海軍航空部隊は延べ42機が出動し、敵機体4機撃墜を報じた。連合国軍は、最初の出撃部隊8機が輸送船2隻撃沈、後続の20機が輸送船3隻炎上、夜中に1機が命中弾2発を報告している。いずれに西洋二日午後から、 夜間における日本軍輸送船団の損害は軽微であった。朝雲と摂風は飛没後来に到着し、中野師団長と兵員の揚陸に成功した。一方の日本軍輸送船団は予定より2時間早く進んでいたため、時間調整と偽装のため一旦進路を正方に取り、日没後にビディアス海峡を通過する。だが、オーストラリア軍のプビー、カタリナ飛行艇は、 夜間も直接を続け、日本軍輸送船団の行動を蓄次報告していた。3月3日は、改正で、船団前方に雲がかかっていた。同日船団防空の取り決めは、日の出から午前11時半までは、日本海軍の受け持ちだったため、冷式艦上戦闘機15機前後が1時間、交代で紹介を行う予定だった。空襲時、警戒交代が重複したため、 K41 機の零式艦上戦闘機が警戒に当たっていたという。一方、雷に先行していた朝雲と雪風も戦団本体に戻ってきた。日本艦隊は輸送船7隻が右3隻左4隻の平行十鎮を形成し、その輸送船集団の左右を駆逐艦3隻が守るという陣形を形成していた。まず左右列に戦闘より、 浦波浅潮朝雲の順番で、駆逐艦3隻が配置され、中央右列に、先頭から、駆逐艦白雪と輸送船3隻、中央左列に駆逐艦四季並と輸送船4隻、最左列に、時津風嵐を切風の順番で、駆逐艦が護衛していた。午前7時30分以降、 ニューギニアのクレチン岬南東約14回里、サラモアから東方約60回里地点を航行する、日本軍輸送船団に対し、P-38 ライトニング総発戦闘機と、カーチス P-40 戦闘機に護衛された、連合国軍機大部隊が突入する。連合国軍機の機数については資料によってサインがある。ため、ここでは、大まかな機数のみ記述する。まず、 ブリストル防法と約10機が攻撃を試みたが、冷戦に阻止された。ついで連合軍の大変隊が襲来。ブリストル防ファイター13機が低空で侵入し、機銃装者 B-17 爆撃機13機が高高度から爆撃、これを連合国軍戦闘機約50が援護する。冷戦隊は B-17 隊を最大の脅威とみて、 迎撃のため高度を上げ、低空への対処ができなくなる。この時、随宝の霊戦操縦士、牧正直市長が、B-17 爆撃機に体当たりし、B-17 は墜落した。霊戦隊は B-17 から脱出した生存者、数名に対して、機銃操作を行った。続いて、高度を上げた、B-25 爆撃機13機が中高度で、 水平爆撃 B-25 爆撃機12機が低空で反調爆撃を行った。その後も A-20 攻撃機や B-25 爆撃機の反調爆撃が続いた。結局、被害の大部分は低空から侵入した爆撃機の反調爆撃によるものだった。約20分間の空襲により、輸送船7隻と駆逐艦3隻が被弾して、 戦闘不能となる。さらに直撃弾で環境を破壊され火事故障に陥った荒潮は野島と衝突した。剣無丸、愛用丸及び駆逐艦白雪が沈没した。木村司令官は機銃装者により重傷を負い、式並みに移乗して機関を変更した。霊戦隊は撃墜24を報告し、4機を失った。連合軍機は、 日本軍機20の撃墜を報告し、P-17 重爆1機と P-38 ライトニング3機を喪失した。第18軍戦闘司令所は時津風に上艦していたが、同艦の被弾航行不能により、切風に異常した。第18軍司令官足立中将は、フィンシュハーフェンカ、マダニの上陸を希望したが、海軍側は、 残存燃料や生存者救助の観点から同意しなかった。ラバウルでは第8方面軍が南東方面艦隊に対し残存駆逐艦によるフィンシュもしくはマダン上陸を行うよう交渉したが実現しなかった。連合軍機は午前8時30分までに戦場から去った。ダンピール海峡の潮流は流速1.5ノットもあり、 沈没船から海上に脱出した生存者は流され始めた。残存駆逐艦5隻は沈没艦の生存者救助活動を開始する。しかし10時35分頃に敵機災来襲との方が入り、木村司令官は救助作業中し、全艦北方に非体せよとの命令を下す。ところが、第8駆逐隊司令、佐藤康草大佐は我がの島艦長、 その約束ありの島救援のご非体すと発信した。駆逐艦4隻は北上して、戦場を離脱。朝潮は、単艦で、野島の救援に向かった。野島に近づいたところ、近くに航行不能となった、姉妹艦荒潮が漂流しており、朝潮は、荒潮の陸軍兵士と負傷者を収容して機体に移った。午前11時20分ごろ、陸軍航空部隊が、 ダンピール海峡上空に到達した。午後には零千八機が海峡上空に進出した。午後一時十五分頃より、連合軍機約四十機が来襲した。b 十七爆撃機十六機、a 二十攻撃機十二機、b 二十五爆撃機十機、ブリストル防ファイター五機、p 三十八戦闘機十一機の攻撃により、神愛丸、王野明丸、 低陽丸、野島が、被弾沈没した。被弾し、航行不能となっていた、大井川丸はその夜、アメリカ軍魚雷艇の攻撃で沈没した。アメリカ側の記録では、バリー系アトキンズ少佐が率いる第8魚雷艇隊が、大井川丸を撃沈し、駆逐艦一隻を損傷させたという。健在だった、駆逐艦朝潮は付近を行動していた。 日本軍艦船の中で唯一行動可能だったため、集中攻撃を受けて、航行不能となり、総員退去に追い込まれた。朝潮上官車のうち一部は、大発動艇や、カッターボートに乗り、3日間の漂流の後に、日本軍に救助されたが、第8区逐隊司令、佐藤康草大祭下朝潮艦長、吉井五郎中佐、荒潮艦長、 久保木秀夫中佐百299名は戦死した。同日午後、陸軍飛行機隊からの通報で戦乱の遭難を、知った第五51師団長は、揚陸に備えて、現地で待機していた、船舶工兵部隊より大発動艇7隻を、遭難者救助のために派遣した。北方に退避した駆逐艦4隻は、救援のため到着した駆逐艦初雪と合同する。 アダチ中将は初雪に異常した。浦波と初雪はラバウルに向かった。3日の飛没後、三隻は遭難現場へ戻り生存者を捜索した。駆逐艦荒尾は、撤風に乗員を収容後、放棄された。翌4日、B-17 の爆撃によって500ポンド爆弾が、第一煙突に命中、沈没した。乗員を撤風に移常させた後放棄されて漂流する。 時津風は3月4日になり、日本軍航空隊により爆撃されるも失敗。日本側は処分のため潜水艦を派遣する事態になる。だが同日午後、アメリカ軍機の攻撃で時津風は沈没した。空母を随方から派遣されていた戦闘機体は18機が戦闘に参加し、2名が戦死した。日本側全体では戦闘機5機が自爆ないし民機関となっている。 日本陸軍航空隊は救助作業を行う、大発動艇の援護を行い、海軍航空隊は機関駆逐艦の援護を行った。3月4日午前10時、足立中将と遭難将兵を乗せた浦波と、初雪は、ラバウルに入港した。3隻は、カビ園で、軽巡洋艦川内から燃料を補給した後、3月5日午前11時、ラバウルに入港した。入れ違いで、 第二駆逐隊司令、立花の正尾大佐指揮下の駆逐艦村サメと峰雲が、ラバウルから、コロンバンガラ島へ出撃して行った。なお3月3日の輸送船団全滅から数日に、渡り、連合軍の航空機や魚雷艇は、漂流する日本軍将兵を虐殺したとされる。船団が大被害を受けた直後から、連合軍側航空機による、日本側救命艇や漂流者への基準奏者や、 爆弾投下が行われた。続いて、連合軍の魚雷艇部隊も、遭難者を攻撃する。4日時点で、時津風漂流地点周辺には、人員約1000名、探偵20から30隻が漂流していた。しかし、日本軍潜水艦を追い払ったアメリカ軍、魚雷艇複数隻が、救助作業中の日本軍小型艇を撃沈した後、機銃装射を加えた。 アメリカ軍は、帝洋丸の救命ボートより、日本陸軍将校実約定年名簿を押収。その名簿には、当時秀樹陸軍大将から中隊長級に至る、日本陸軍将校約4万人の氏名と、配備部隊と職種が書かれていたという。一方、日本陸軍は、第二待機していた、船舶部隊より大発動艇部隊を派遣したが、3月3日の救助は、アメリカ軍機の妨害で、 失敗、3月4日以降は救助を実施した。同日、日本海軍は漂流する時津風の来撃処分及び生存者救助のため潜水艦を派遣する。十七は3月4日、深夜現場機。派遣された、両101と両103のうち、両101は、野島艦長以下44名を収容して3月9日、ラバウルに帰島した。両百三は、 座礁事故を起こして引き返し、3月17日に帰島した。E17 や E26 は、同日も救助活動を実施した。E26 は3月8日にグッドイナフ島西方の小島で54名、3月9日に40名を収容、またそれ以降も沈没船の陸民員や陸軍兵、少数が陸岸に漂着している。例えば、大井川丸が沈没した際、 乗船中の不評第115連隊は、軍機、陸兵、大井川丸船員合計31名が、救助艇で脱出、機重装車や衰弱により15名が戦死した後4月2日になって、ニューブリ転倒、マーカス岬西方 10km 沖合の仏マテレ、島に上陸した。しかし、陸上に漂着したものの大部分は、現地住民や、守備隊に殺害されたと思われる。 摂風公開誌の証言では、ラバウルに帰還した駆逐艦4隻のうち、朝雲、艦長、岩橋徹中佐は、第8艦隊司令部に乗り込んで、こんな無謀な作戦を立てるということは、ひいては、日本民族を滅亡させるようなものだ。よく考えてからやっていただきたいと怒鳴ったという。攻撃を受ける大野明もある。戦隊に、明細塗装が施されている。 ダグラス・マッカーサー陸軍大将は、史上屈指の完璧で圧倒的勝利に終わった戦いとの声明を、ラジオ放送を通じて発表した。マッカーサー自身は、ビスマルク海海戦について以下の報告を行ったと解雇している。我々が得た勝利は、敵にとっては大きい破局と言えるほど徹底的なものであった。我々の決定的な成功が、敵の戦略、 戦術両面の計画に極めて重大な影響を与えることは疑いない。少なくとも当分は敵の戦闘行為は完全に調子が狂った。ダグラス・マッカーサー、津島和夫、マッカーサー解雇636ページマッカーサーによれば、フランクリン・ルーズベルト大統領、オーストラリア首相、ジョン・カーティーン、イギリス首相、ウィンストン・チャーチル、イギリス空軍高官など、 各方面から祝電が届いたという。連合軍の戦火記録は、日本軍輸送船及び、駆逐艦22隻撃沈、人民15000人、航空機150機撃墜というものだったが、これは当時の連合軍自身も過剰計算だと認めている。実際の被害は以下の通り。第18軍の報告によれば、15センチメートル、榴弾砲4門。 10センチメートルカノン砲3門、高射砲11門、三砲6門、連帯砲2門、大替砲6門、対戦車砲4門、自動貨車34両、視聴者94両、弾薬500トン、両末他8800リューベ航空ガソリン入りドラム缶2000本、通信機材、無線修理車、船舶装備を創出した。海軍も乗員。 第23防空隊の多くを失った。この輸送作戦失敗は、ダンピールの悲劇と呼ばれ、その後のニューギニア方面作戦に大きな影響を与えた。しかし、大本英陸海軍部の南東方面重視の姿勢に変化はなかった。また輸送船11隻を失った第3次、ソロモン海戦に比べて、ビスマルク海戦における損害は少なかったが、 連合軍の陸軍航空隊が重大な脅威となったことは日本海軍に大きな衝撃を与えた。本作戦を指揮した草勝智一海軍中将は敗北の責任を問われなかった。白雪沈没時に負傷した木村正富少将は第三水雷戦隊司令官を解任され、後任の三水戦司令官には江戸平太郎少将が任命された。 輸送船団の全滅は直ちに昭和天皇に上層された。天皇は今後いかいかがにするやとご家紋した。翌4日、杉山元参謀総長が上層した際には、この度のことは将来のため良い教訓であろう。航空兵力を増強し、地上兵力も安全なところに上陸し道路を作り、不一歩地方を占め、今後らへ。 サラモアがガトウ同様にならぬようにやれ、今後の兵力運用の副安易感、と述べた。長野治軍令部総長に対して天皇は、失敗の原因をよく研究してかを、転じて服、とする様にとと伝えたという。本作戦を指揮した南東方面艦隊は、作戦失敗について、ポートモレスビー方面の連合軍基地に対する航空、撃滅変不徹底を挙げている。 南東方面艦隊参謀長、中原義正少将も、事前航空撃滅戦の不徹底、到着時刻の検討不足による航路設定の不備、対空戦闘能力の不足等を敗線の教訓としている。経験したことのない連合軍による多数機での銃撃、低空爆撃、中高度爆撃があり、南東方面艦隊参謀権第11。 航空艦隊参謀の三輪義勇大佐は3月4日の日誌に世は敵のこの種の攻撃を予想せざりき世の失敗なり予想したりとせば81号作戦は成り立たずと残している奥の宮桝武は作戦失敗の主因を日本軍航空兵力の不足と指摘している作戦失敗後の3月7日第八方面軍は研究会を開いて 本作戦を反省し、現況において、いかなる方策を講ずるもあのような結果を得るの外、なかったと総括した。第8方面軍の戦訓は、以下の通り。第18軍司令官、足立23中将の所簡は、以下の通り。位置的上判断を揃うにせしことを痛感、スコー空勢力に席しても、多分に希望的観測に立脚しなんとかなるべしとこう。 ヘイタル書に大なる語尾をありきに、ガッシ島及び、ブナに対、する我が軍の圧迫消失指摘が自由に調了する。今日、根治作戦の除機原指摘、上陸作戦派成功の三ナシ南東下の考察に、入り的の航空勢力の目を、引けて実施しとく、ルモノならざるべからず、第十八軍司令官3月4日、戦士総書南東方面海軍作戦。 三河島撤収後69ページ高松のみや、信人親王は以下のように敗戦を分析している。ラバウルを訪問していた南方軍参謀、吉川正春少佐によれば、第8方面軍の航空爆量は海軍機の名追の場合は、戦団援護の検知から心配であると心配していたという。戦断の直縁の戦闘機体が、時間帯によって陸軍と海軍が、 交互に交代する措置について、陸軍参謀本部作戦課長の真田、ダ、上一郎大佐は、陸海軍航空の担任が、午前と午後というような部署では、1プラス1の戦力発揮はできない。統一仕様に関しさらに努力せねばならぬと述べた。真田日記では、3回の航空艦隊のものを集中、すれば海軍の飛行機100機を集中できる。よしそれをやれと去るしたのにやっていない。 70機発集中したようだ、トラックに、ルズイカクの FM が加入していない。当日本海軍への不満も見られる。真田大佐は、作戦失敗原因を以下のように分析している。もともとこの輸送作戦は、航空の劣勢から無理があり、天皇の意向を受けた、大本営陸海軍部のニューギニア方面作戦重視という観点から、成功可能性よりも必要性を優先させた。 ものであった。また作戦失敗の直接原因として、直縁の戦闘機体が中高度に配置されていたため、低空から侵入する連合軍機に対処できなかったことも指摘される。遭難時を考慮して、もっと節眼航路を取るべきだったという意見もあった。妹熊男第8方面軍参謀は、当時の南東方面選挙区と大本営の認識について、以下のように判断している。 個人の客人以来崩壊しある観察配管ながら、ら事実、として言でつつあり、目下の努力発明的重病を何とかして長空、自給することに努むムルに似たり、高二病性を食えとめめとく、たるみせよさらに健康を増進することは、困難なりと判断す。大本営の南太平洋、方面に対する認識派第17軍の任務家畜時変化、摂食常に、 後てと状況の進展に一歩散列つ,つ認識を微妙、角度変更、しあるものとこう減らる。終わりに帝国を、特たる種を、脱子と花軽へし天下人向きを憂えふことぎれなり。戦士総書大本営陸軍部、6、昭和18年6月まで、254から255ページ在パラオの、第24弾をまだに輸送する作戦は、洋陸地点を、 マダン北西1 5 0トルのハンサワンに変更した。第10駆逐隊司令、吉村新部大佐の指揮により、駆逐艦5隻と輸送船6隻は3月6日にパラオを出発、3月12日未明にハンサワンに到着して、揚陸に成功した。3月下旬にも、駆逐艦4隻でネズミ輸送を実施した。また東部ニューギニア方面の連合国軍。 陸海軍航空部隊及び艦船部隊に打撃を加えるべく、連合艦隊の主導により移合作戦が実施されることになった。軍令部作戦課長、山本千香によれば、移合作戦について軍令部から指示した記憶はない。81号作戦来輸送の全滅は、移合作戦決行の一つの動機になったと思うという。連合艦隊主席参謀。 黒島亀戸や専務参謀、渡辺康次は、母艦航空兵力の南東方面陸上基地配備は、かねてから構想していたが、第81号作戦失敗により作戦準備を促進したと回想している。一方、日本陸軍は1月の時点で来までの回路での輸送に限界を感じていた。そこで、本半島の反対側のマダンから、フィニステル山脈を内陸部へ迂回して、 ジャングルを突き切って、台に至る全長300から400キロの自動車道路の建設を、計画、2月から4月にかけて建設を開始した。3月6日の大本営陸海軍作戦会議において、改めてマダン来道路の構築を急ぎ、8月末の完成を目指すことで一致した。だが本作戦の結果が示すように、適正空間下での先端輸送は不可能であり、 海上トラックや沿岸図体の集停軌道、あるいは潜水艦輸送で過労じて補給を継続していた。この輸送方式では機材や資材はもちろん、両末の補給も十分にできなかった。道路建設や飛行場建設は原始的手法に頼らざるを得ず、9月になっても完成しなかった。日本軍は連合軍制空権下における、 戦団方式輸送を諦めざるを得なかった。大本営海軍部は、とりあえず大発動艇の輸送に頼ること、速力20ノット程度の高速輸送艇を急速開発することなどを検討した。ニューギニア方面への駆逐艦輸送が困難になると、もはや潜水艦による輸送しか手段がなくなった。ニューギニア方面潜水艦輸送は1944年1月まで、細々と続けられた。 ニューギニア方面やソロモン諸島への海上補給、輸送問題に悩む大本営陸軍部は陸軍独自の輸送用艦艇開発に乗り出し、三式先行輸送艇、SSP、各種集艇の開発、生産、整備に尽力することになった。ありがとうございます。